こんにちは。中米産スペシャルティーコーヒー専門店店主茅沼です。こんにちは。中米のコーヒーに惚れた金ルリオです。本当ですか？本当です。なんか、はい、ケニアのコーヒーめっちゃ好きとか言ってなかった、まあ、ケニアのコーヒーも好きですし、はい、あのガテマラのガテマラやコスタリカの中米のコーヒーも大好きです。そうですね、はいはい、今日はね、楽しくコーヒー飲んでいきましょう。はい、行きましょう。7月のねおすすめセット、これを紹介していきたい。はい、はい、何でしょうか？はい、ガテマラエルインヘルトのブルボンとエルサルバトルサンタリタのブルボンナチュラルです。お、はい、このね、エルインヘルトのブルボンっていうのはうちでいつもあのエルタンケっていうねやつ扱ってるんですけど、エルタンケではないんですね今回。はい、エルタンケは、うん、テキシックブルボンって言って、あのブルボンをさらに品種改良したいいブルボン。いや普通のブルボンというかこのブルボンもテキシックが、あ、そうなんですか。結構割合多いんですよ。お、あの区画が違うんですね、要するに。あ、はい、エルタンケというのはエルタンケ区画というね、はい、特別な区画で作られているブルボン、はい、まあ、エルタンケ以外の区画で作られたのがこのブルボンというわけなんですね。じゃあ本当にエルタンケとはなんか、なんだろう、気候とかでちょっと変わる感じなんですかね。まあそうですね、その斜面とかね、はい、標高とかね、はいはい、そういう感じがちょっと違ってるという非常にマニアックなんですけどね。はい、ですね、うん、まあ飲んでいきましょうかね。はい、ね、いきましょう、はい、特別焙煎度、はい、いつもはね2番で販売してるんですけれども、今回おすすめセットでは3番、5番と、はい、深入りですね、はい、なかなか今あのうちではナチュラルの深入りって販売しないので、そうですね、どんな感じになるかね、ぜひ深入り好きの方は試してみてください。はい、いただきます。いいですね、こう赤ワインっぽい香りが、栗っぽい感じもありますね。おお、美味しい。美味しい。なんかストロベリーティーとかちょっと後味にクローブっぽいのも感じますね。うん、うん、ちょっと口当たりが滑らかです。3番もいいね。これはね、なかなかちょっとイチジクっぽい感じもありますね。あ、あるね、あるね、そういうやっぱドライフルーツとかもね、うん、うん、感じますね。あ、ちょっとアーシーっぽい感じもありますかね。美味しい。どうだったの、ここであのコーヒー版ファーストテイクやってはい、なんか顔と手が交互にブルブル震えましたなんで今更震えるのよ。まあなんですかね、こう意気込んじゃうとダメなんですよね、うん、いつも通りいつも通りってなんか落ち着く時はいいんですけど、うん、今日はいつも通りみたいな感じで、なんか心の中のテンションとこう真剣に出なくちゃいけないテンションでこうアクシデントが。なるほど、はい、なんか顔がすごいこわばってるじゃないですか恥ずかしい、はいはい、ファーストテイクは緊張しますね、うん、歌手の人とかすごいなって思います。はい、ね、でもあれすごい再生回数も多くて人気だよね、はい、ですね、はい、結構なんか私も YouTube で見ちゃいます、うん、俺も見ちゃうあれですよね、うん、なんかワクワクするよね、あれ、うん、なんかリアルタイム感がすごいんですよね、うん、本当に、はい、撮り直ししてないかなって若干疑ってるところはありますが、はい、でも、なんですかね、あのなんとかさんの心踊るのファーストテイクで、うん、誰かが歌詞を間違えちゃったかなんか、うん、で、なんかみんな笑いながら歌ってるっていうのがあって、うん、あ、ファーストじゃんって思いました。
なるほど、はいです。はい、じゃあいきますかね。はい、次エルインヘルトのブルボンです。はい、いや楽しみだな。なんか、はい、エルインヘルトの単家じゃないブルボンって前うち売ってたんだけど、ね、売ってましたね、うん、はい、あれですよ。要するに懐かしい、1年ぶりぐらいですかね。いや、もっとじゃない、あれ2年ぶり、なんか短期短期来てから売ってないから、はい、もう3年ぐらいは売ってないんだよ。久しぶり、うん、いただきます。うん、おお、凝縮感がすごい。そしてクリーン、うん、すごいな、この凝縮感。はい、エルインヘルトの力強さを感じますね。やっぱりこうチョコレートの香ばしい甘さと、うん、フルーツの熟した感じっていうのが、うん、はい、こう綺麗に混ざり合って、ね、ああエルインヘルトだなって思いますね。うん、美味しい。なんかアプリコットとかやっぱりこうミルクチョコみたいな感じがすごく出てますね。うん、いいですね。っていうかもうなくなっちゃった。これから食べてほら、ね、飲まないといけないから、とりあえずもう、まあ残ってるから、うん、食べましょうか。はい、じゃあ、はい、ローソンですかこれ。いただきます。うちカフェですね。うちカフェ、うちカフェシリーズちょうどいいですね。はい、すごい生チーズケーキサンド、はい、美味しそう。最近 なんかさ、はい、何でも生をつけるよね。生なんとかみたいなね。なんか出来たてみたいな感じの印象を受けますよ。すごいこれなんかクッキーじゃないんですね。本当になんか柔らかい、なんかこう、そう、なんかブヨブヨしてるね。ブヨブヨってお菓子に使っていいかわかんないですけど。すいません、なんか、はい、ソフトな感じを受けますね。そうですね、はい、なんかブヨブヨとか言っちゃいけないね。ソフトな感じ、はい、ソフトな感じ、はい、じゃあいただきます。うん、うん、すごいチーズ濃厚。うん、まあなんていうのこれ、普通のチーズケーキってこっちが内板みたいな感じ。あー、そうですね、この下があって、はい、まあつかめるチーズケーキみたいな感じかな。うん、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 美味しい。これめちゃくちゃコーヒーに合いそう。合いそう。うん、美味しい。うん、美味しい。あ、あ、すいません。ありがとうございます。すごいなんか、ね、チーズケーキのチーズの風味と、うん、なんかエルインヘルトのこの果実の凝縮感がすごいいい感じで広がります。うん、余韻がバッチリですね。なんか余韻がこう、うなぎ登りうなぎ登りですね。はい、うなぎ登り、うん、いいですね。すごい、もう昇天しますね。すごいです。やばい、ポロポロする。そうなの、これすごいね。結構なんかプリにソフトですね。まあそうですね、すごくこう、はい、しっとりと、うん、はい、うん、うん、思ったよりずっとボロボロします、うん、しますね。繊細ですね。あれですね、生チーズケーキだからこう生っぽく柔らかくしてるんですかね。うん、あ、インヘルトブルボン合うな。うん、合いますね。めちゃくちゃ美味しい、うん、チーズとコーヒーってすごく合いますもんね。合う、なぜなんだろう。本気のおやつしちゃった。食べましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しい。うん、いやー美味しかった。皆さんもぜひいろんなお菓子と合わせてみてくださいね。ね。はい。やっぱこうお菓子と合わせると楽しみも広がりますね。はい。うん、また脱げそうだけど大丈夫。なんか頭大きくなったんですかね。うん、まあ大きくなってるじゃないですか。カフェテナンゴのおかげで日々賢くなってるから、はい、はい、どんどんこう
投資が入らなくなるといいですね、はい、そうですね、ますますゴンタくんありがとう頑張ります。夏ゴンタくん、そうですね。というわけで7月のおすすめセットでした。ご注文お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さようなら。さようなら。